はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。では、信長の野望、創造性金剛力士伝の続きですね、プレイしていきましょう。またもや前回、今川との外交状況が失敗したという中、先ほどですね、実は今川の方に贈り物を送りました。今、ちょうどその返答が来ましたね。で、しばらくは信頼状態にあるので、侵略されないので、この間になんとか武田をさらに食い潰していこうかなというところですね。で、今兵糧はそれなりにあるもののお金があんまりないという状況なんで、そうだな、まずは敵の兵数とかを確認しておきたいんですが、6000、春日山に1万4000、松代に7000、それなりにやっぱり数は入ってるな。となると援軍の要請で北条に再び攻撃をしてもらわないといけないかな。北条に攻めてもらうとしたら、そうだな、この坂戸城あたりを先に攻めてもらえれば、そこに敵の武田の軍勢が集まっているところにこちらから兵を送り込んでいきましょうか。で、今、今川に対しては信頼状態になっているので、今川との国境境は正直兵を引いてもいいんですけど、またいつね、わけのわからないことになるかもわからないというのもあるんで、ちょっとそういう状況を避けるために様子を見ながらにしましょう。大垣城は太田道灌が出せる。清洲城は秀長が出せる。犬山城がちょっと弱いか。名古屋城は義輝。鳴海城は勝家。末盛城は才三か。そうなると、まず稲葉山城にいる光秀を末盛城に出しましょう。あまり優秀な武将ばかり囲っててもしょうがないので。移動先を末盛城にして、稲葉山から光秀で、あとそうだな、清洲城は秀長、犬山城の石川もちょっともったいないよな。ってことは、ここにそうですね、利家あたりを派遣しましょうか。ここに利家を出して、あと残った武将は適当にばらまきましょう。与力として派遣しちゃいましょうね。数正のところに与力としてこの3人を出しちゃいましょう。で、さらに信長のところにも与力として、清正は手元に置いておきたいので、信綱あたりも出しちゃいましょう。これで少しはバランスが取れたんじゃないかな。じゃあ一旦見送ります。元就がこのタイミングで死にましたね、ついに。で、史実通り、ここでは高元が家督を継いでます。で、そうですね、坂戸城近辺では予定通り北条が武田を攻めてるので、こちらも軍勢を出していきましょう。まず桂尾城から堀秀政、これを出していきましょう。で、砥石城からも軍勢を出します。で、根知城からも軍勢を出して春日山を吸収しましょう。ただタイミングがちょっと早すぎると
まりいいことがないので、日常の軍勢に関しては一旦戻してタイミングを見て再出撃させましょう。で、あとはちょっとチョーク遠征隊になってしまうかな。再造も出して、あとは正嗣本体2万で、ちょっとアドバイスいただいている、その攻撃するタイミングをね、合わせた方がいいんじゃないのっていうところに関しては、まあ、微調整ということで現地に到着する直前に、いろいろと調整をかけていきたいなというふうに思います。なので一旦出陣だけをさせていきましょう。敵の出方も気になりますしね。で、外交贈り物は大丈夫だよね。まだ送らなくてね。で、そうすると工作を打っているのはこのまま継続して、あとは朝廷外交もより有能な人材に変えましょう。三井でに変える方が早いですからね。そしたらこのまま城が取れるかどうかというところだな。で、1万1000の信繁だよね。この信繁がかなりやっぱり強力なんですよね、軍勢としては。ここで詰まってしまうとちょっともったいないので、兵は、残り少なくなっている部隊に関しては返していきましょう。全滅する前に。ここで一気に城攻めにかかりましょう。春日山までは一気に攻め上りたい。信玄がいるのが道理で食らってるわけだな。さすがは信玄か、強力だな。信玄隊強いね。なすべがなかったな。ただここはこちらも5詰めが7、8万ぐらいの軍勢になってるはずなので、5万ですね、5万の軍勢になってますんで、ここは信玄もろとも、いや信玄はもういないね、信玄はいないので信繁だな、信繁もろとも踏み潰しましょう。奥義一戦が来たか。北斗ご覧あれ、城門を破壊しました。我らが一度、北斗ご覧あれ、この一撃全てを込める。まあ、ただ敵の奥義一戦はどうだろう、城門が微妙にかばってくれた形になったのかな。食らってないですね。奥義一戦食らうとね、もう百発百中混乱するんですけどね。決まったかな。勝負しなさい。敵城門突破しました。我が
ただ味方の損害としても7、8000ぐらいの軍勢、2割ぐらいの軍勢を失いましたね。そしたら配属で、いや、その前に軍団任命に入れておきましょう。加増してしまいましょう。地業としてね。このまま一気に城を攻めたいけど、あと1万2000か。これでどっちを取るかだな。さし、どうだろう。先に松城城を取った方がいいかなっていう気もしますね。この状況だと。なので、ちょっと、変えますか。拠点を攻める順番を変えましょうか。挿し木に松代城を攻略しまわります。で、そろそろ今川君がまた裏切ってくるんじゃないかな。まあ、裏切るも何も、まだ何も。ただこっちが一方的に貢ぎ物を送っただけの存在ではあるんですけど、何を仕掛けてくるかわからないので、神妖にか、ここは工作を打っておこう。工作としてはひとみちゃんを送りましょう。女の子で惑わしましょう。で、ここは兼続が守る松代城ですね。ここも一気に攻めましょここはただ合戦に持ち込まなくても落とせるかな。ちょっと様子見ましょう。敵の方は胡詰めが出てくる様子もないので。よし、今川に贈り物を送ったので、このまま工作を続けましょう。工作は継続してるね。よし、これで松代城を取った後、北条まで一気に攻めるかどうかですね。北条城までちょっと手を伸ばしてみますか。手を伸ばす、足を伸ばしてみますか。まだ軍勢の数に余裕はあるので、ちょっと心配なのは兵糧ですね。兵糧、あとお金。これがちょっと底をつかないかなというのが心配ですけど、利家の部隊だけは戻しましょう。さあ、兵糧がいよいよ心配ですけど、このまま城攻めの方に入っていきましょう。で、地業としては今取った城、松代城は数正に与えます。
カズマスがだいぶでかい勢力、兵力はともかく領地の数でいうと多分直轄よりも多くなったかなっていう感じですかね。よし、この豊作の中に自分の領地も入っているのでよしとしましょう。周辺の国もだいぶいっぱい兵糧が入ったっぽいですけどね。よし、北条を取ったんで道館の部隊もちょっともう一踏ん張りしてもらって柏崎まで取っちゃいましょう。で、心配な外交の状態ですが、今川との外交状況は信頼になってるね。よし、このままもう1ターン2ターン3ターンとこの状態を維持していきましょう。それで晴れて同盟が結べるようになりますね。お助けいたします。よし、柏崎を落としたタイミングで道館は一旦戻しましょう。もうヘロヘロになってますからね。で、与坂城か、春日山はちょっと落とす戦力はないけど、春日山に関して言うと逆に言うと敵の増援は出てこないですよね。なんでちょっと帰りがけにちょっと春日山に寄りましたみたいなノリでちょっと春日山にも寄っていきましょう。だいぶこちらの方も戦力は充実してきたかなという感じもしますんで、このまま春日山を取って武田との、まあ、国力の逆転を決定的なものにしてから次の戦略へと移っていきましょうか。春日山には増援を出せないでしょう。敵も逃げたければ逃げなさい。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。なので、このまま春日山は取りましょう。で、一旦ここで6ヶ月間、同盟が結べるような状態になりましたね。やっとこさ、長かったですが。なんで、この状態にして外交で一旦交渉をしてしまいましょう。この機を逃す手はないので、まずは6ヶ月間ですが同盟を結び、さらにそれを延長できるように頑張っていきましょう。なんかね、もともとは今川をこう乗っ取るみたいな企画で始まったんですけども、今や今川のね顔色を伺いながらっていうプレイになってしまってますけど、
まあ、登用はね、できるときにはしておきましょうということと、あとはちょっとここらで一度戦力を分析しておきましょう。大友が60万に兵力がなってますね。で、今川が130万、さらに兵力増やしてるな。いやー、ちょっと手がつけられない状態ですね。あとはまあここで大友と今川がどっちが勝つかというところかな。で、あとは北条が54万、で我が方小野家も21万と、まあ前回からだいたい倍ぐらいにはなってきてますね。で、一方武田がちょっとさらに戦力を減らしてきてるという感じで、南部が結構大きいですね。こうやって見ると16万。なので、まあ、北条はそのままにするにしても武田と南部を食って、いよいよ今川と決戦に及ぶと。で、大友に関しては引き続き九州から中国地方にかけて、今川をね、牽制しておいてもらうっていう進め方になるんじゃないかなと思います。では今回もその戦略に基づいて、まずは武田を攻略していきましょう。そしたら戦力的に余裕があるところから順次武将を出していきましょう。おそらくね、武田の方も南部、北から南部とも戦ってるっていう状況から考えて、戦力的にそんなに余裕はないんじゃないかなと思うんですよね。なんでこの手を逃す言われはないということで、信長もちょっとチョーク出兵しましょう。信長が着く頃には安田城とかその辺りまで侵食できるでしょうというちょっと甘い目算もありますけどね。で、藤高も久々遠征してもらいましょう。今勢力的にはあんまりね、武田じゃない、今川を注意しなきゃいけない理由もないので、ガシガシ軍を出していきましょう。で、前回出兵していない名古屋城とかこの辺りの軍勢も出していっちゃいましょうね。久々勝家とかもね、もっと前線でバリバリ使っていく、多少人を動かしてでも使っていくぐらいのことをしていかないと今川には勝てないな。室賀正丈、これこちらのねシナリオでも使ったことありますし、前回の去年の大河ドラマ真田丸ではね、西村雅彦さんが演じてましたけど、ここに来てようやく敵も増援が、ご詰めが出てきましたね。これでどうなるかというところかな。ご命令を報告いたします。先月の終始です。出陣します。味方討ち死にか。先月の終始です。今川との同盟が切れそうなので、今川に
貢ぎ物を送っておきましょう。ここは10等級の品で十分だろう。味方の第一陣は敵の増援に完全に防がれてしまいましたね。ただ第二陣がいわば本体で、その本体は頑張ってくれてるので、まあ全く問題ないでしょう。で、要請箇条をスルーしちゃダメなんで、戻してここで攻略に入りましょう。さすが信長だな。ほぼ城攻めせずに決めましたね、戦いを。これはちょっと様子を見て、平林城を最後の城にして武田の息の根を止めて、武田家臣を一気に抱き込むのが良さそうだな。武田の城ってあと武田の城はあと5個ですね。で、ここ会津新宮城が一番最後の城になるかな、このままだと。そこだけ間違えないようにしないとね、痛い目見ますからね。貢ぎ物を今川に送っておきましょう。で、最新の動向を見ると会津新宮城は大丈夫だけど、どうだ、平林城がやっぱりちょっと危ないかな。となると会津神宮の方にも兵を出しておきましょうか、一応ね。ここに来て兵糧切れか。兵糧切れはもったいないな。どうしようかな。なんとか城を力攻めで落としてほしいけど。信長は一回安田城に戻しましょう。で、平林城と会津神宮が残った状態で、米沢城は北条にくれてやりましょう。で、そうなるといざっていう時の決戦兵力が足りなくなる恐れがあるので、そろそろ回復したであろう方面から兵を徴兵していきましょうか。
とだいぶ遠い遠征にはなってしまいますけど、ここはどうしても最後の息の根は止めて武田の家臣団を抱き込まないといけないので、ちょっと我慢して長く遠征に出ましょう。でここらで工作ですけど、今川に関しては信頼になってるんで、この状態でもう一ターン粘りましょう。おっと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 、ご命令ください。報告しますね、報告しますね。信長は安田城で一旦兵を休ませて、でここで初めて交渉で今が、信用が65に低下してる。停戦したからだな、しょうがない。ここはもう一度工作を打ちましょう。いやー、もったいない。軒並みここで兵糧が尽きてるな。出陣する。我が軍略見せしよう。ご命令ください。報告しますね。これが先月の収支ですね。何、会津神宮の戦いは負けたか。ちょっと思ったような戦いにならなかったな。となると義輝をちょっと戻すか。なんかね、ちょっともったいない戦いにはなってきてますけど、どうしても武田の家臣団は欲しいので、ここは多少無茶をしてでも取りに行きましょう。時間も少し今回は長くなってしまいそうなんですが、このままこのままお付き合いいただきたいと思います。で今川との交渉もう一旦だな。与坂城の信忠も、この際前線に出しましょう。でここで初めて交渉で今川に対して同盟24ヶ月、いやこの時を待ってましたね。であとはここで詰まってたらもったいないので、平林城攻めと、あとは会津新宮城攻め、ここに2つ部隊を分けましょう。で米沢城の方はどうなってるんだ。米沢城の方はむしろ北条が攻めあぐねてるのか。これは北条も最後の武田の城を落とすのになんか微妙に兵の調整をしてるんじゃないかと疑われるような、急に鈍化しましたね、攻撃の手が。よし、米沢城放棄したな。米沢城を放棄してくれたのであれば、こちらは米沢城にいち早く取り付きましょう。
残された武田の3つの城すべてを我がものにしたい。これで3つの城と同時に武田の家臣団が入ってくれれば本当に戦える状態になりますね。武田との停戦は拒否。今武田と停戦などするなんてもってのほかだ。さあ残り2つ、この城もひねり潰そう。負ける気がしないな、敵将。捕らえて。表情を始めます。これで武田を吸収できれば一気に形勢が変わる。まあやっぱり真田一門、武田一門全部が傘下に加わりますからね。北条とはこの先も同盟を継続したいので、打っておきましょう。米沢城は守りが硬いのかな。北条もね結局落とせないで帰ってきましたよね。兵糧も残り少ないのでもうここは力攻めにかけていきましょうか。まあ、信玄が守ってるとはいえ味方3万敵は200っていうところですからね。これは謙信じゃないか。政虎って謙信ですよね。これ恐ろしいな。謙信と信玄両方一気に手に入るのか。素晴らしい。さあこれで武田の家臣団と武田の丘陵が手に入って戦力的には北条に並ぶぐらいにはなるんじゃないかなと思うんですよね。で北条、そしてこの小野家、さらに大友と結んで今川に反旗を翻す、まあ、そういうタイミングを図るような段階に移行できそうな感じですね。さ、武田を滅ぼしましたかね、これで。いや、武田の城がもう一つある。くそー、富士吉田城か。こんなところに、こんなところに、マジか。
北条より先に富士吉田城を取らないと。富士吉田城の戦力がどんくらいかだな。あとはあんまりね、その多いと困るし少ないと困るしっていうね、こちらの軍勢が到着するまでは持ってほしいな。そしたら治療をちょっと与えちゃいましょうか。そうだな、ここはあやちゃんに東北の守りを固めてもらいましょう。清正もつけてある程度の人数をつけてあげましょう。じゃあちょっとね、武田の息の根を止める寸前までは行ってるんですが、ギリギリ息の根を止められなかったので、時間も長くなってきてしまいましたので、ここで一旦終わりにしてですね、次回いよいよ武田の息の根を止めにかかりたいというふうに思います。というわけで今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。